嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じ切ることができるだろうか。毎週金曜都市伝説のコーナー。当たってんじゃないのこれ。イエーイ、金曜日金曜日金曜日して大半の影響で届くのは遅れてますけど、絶対届くのでご安心ください。はい、お願いします。ということでね、皆さんにお知らせが。イベント決定。やったやった。今回は11月の26日月曜日かな。月曜日、場所は前と一緒です。渋谷ギャレットで。出たー、マイホーマイメン。はい、今回のイベントの名前がちょっと面白くて。あ、もう決まったんですか。なんだなんだ。11月は何もノーベンバー。ああ11月って本当にあの行事がないの。そう、行事がないから。何もないね。皆さん、イベントでね、あの新曲の披露もあります、はい、ライブもありますし、歌のライブとかもありますし、交流もバチバチできますので。はいはい、皆さん概要欄を見てちょっとチェックしてみてください。お願いします。待ってるぜ。待ってるぞ。はい、ということで都市伝説ですね。はい、都市伝説のコーナーが。お願いします。はい、都市伝説やっていきたいと思います。ドテツラでーす。はい、ドテツラでーす。最も呪われたゲームソフトっていうのをね、話していきたいと思うんですけど、ゲームそのゲームの名前がミス・フォーチュンという。ミス王者。ミス王者じゃない。もし僕の未来に。大輝。もう大輝のアラームよ、それ。それ腹立つのよ。全然起きねえからね。テロップであのミス王者さんには関係ありませんでした。あ、関係ありません。本当ですよ。ミス王者さんは悪いのは大輝だけですよ。ミス・フォーチュン、これその日本語わかる人いるかな。ミス・フォーチュン。ミスってあれ女性のあれでしょ。女性の。おお。で、そうなの。女神様。全然違う。違う。不幸っていう。不幸とか。ミス。あ、そう。初代ゲームボーイソフトのゲームなんだよね、これ。あ、そうなんだ。結構古めですね。白黒の方です。そう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 。で、このゲームなんだけど、ゲームオーバーになったら実際の世界で自分が不幸になってしまうっていう都市伝説。面白いな。それすごいリンクしてるよ。海外でめちゃめちゃ有名な都市伝説なんだけど、じゃあ一体これどんなゲームなのかっていうことなんだね。そこ重要よ。ちょっと画像があるんで、こちらをどうぞ。あ、ポケモン。ポケモンじゃん。そう、この絵のタッチが完全に初代ポケモンみたいな感じ。え、ポケモンじゃん。これはポケモンでしょ。パクリ。そう、パクリなのかどうなのか分かんないけど、この真ん中のこいついるでしょ。あ、デビルみたいな。キョウヘイ。そう、キョウヘイ。キョウヘイか、これ。で、この悪者みたいなやつが、私は現実の中に存在すると。気持ち悪いよ。怖いよ、ちょっと。で、え、今ね、下な。ねね。え、あのカタカタってやつ。うん、もう普通すぎて、もう逆に何とも思わなかったの。まあ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 我々クラスだとこれまあまあこのゲームに挑戦したいかって問いかけてくるの。で、これに「はい」って答えることからこのゲーム始まって、こんな感じのねステージに飛ばされるわけですね。無理、チームリーダーやん。ポケモンやん。チームリーダーの前やん。迷路から進んでいくみたいなゲームなんだけど、最も有名なステージがあって、そのステージがこちらです。え、これさ、え、ポケ…え、シオンタウン、シオンタウン。いや、マサラタウン。マサラタウン。マサラ、マサラ。こいつに関してはもう見たことあるぞ。ね、ドラゴン使うやつ。あ、ね、渡るだ。渡る。もし間違えたら、災いがあなたの愛する人に降りかかると。え、自分じゃないんだ。言うわけ。やばい、いやらしい。なんか、いやらしいよね。お前じゃなくて、お前の愛する人って言ってる。それ一番きついやつだね。一番なんか、胸クソ悪い。まあ、もし間違えてしまって、ゲームオーバーになってしまったら、画面暗転してこの画面になります。マジで、ちょっと待って、これめっちゃやばい、怖いって。うわ、これです。何これ、何これ、何で書いてある、気持ち悪い。 I'm got here。 へぇー、何だこいつ。そう、最初ですか。あの、アリみたいなやつ。お前上手い運び方したのに、まあまあしょうもないじゃん。何これ、しょうもない口したぞお前。最初に言ったやつやんな、一枚目の画像に。まあそうだね。ちょっと変な関西弁やめてもらって。そうだね、だるいからやめてもらって。なんで関西弁なので、はい、あの、ドン、ドン言うたね、ドン言うたよ。すごい、なんかいますか。なんかいるんすか今日、そっちやね。何かいますか。ちょっと映してきて。疑いで絶対いないからね。疑い
今一瞬ぼやけたのカメラ。マジ？何か映ってないとぼやけることはありえないんだけど。このゲームオーバーの画面を閉じた直後に不幸が降りかかるっていう。閉じた直後。1990年代にめちゃめちゃこの都市伝説が広まったんだよね。近いやないの、うん、今から話す体験談、ある体験談を聞いてほしいんだけど、まあその人は A さんという友達がいました。でまあ A さんとは小学校から仲が良くて、はいはいはい、でまあ今中学生なんだけど、 A さんもめちゃめちゃ明るい人で、もうクラスからも愛されるようなキャラクターだったと。そんな A さんがある日、面白いゲームを見つけてきたんだよって言って差し出したゲームがミスフォーチンだったのね、うん、はいはいはい。その時点でその私はなんかもう変ななんか不気味な感じをちょっと感じてはいたんだって。へ、怖いな。その後日に日に A さんの口数がどん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 減っていってると、うん、喋らなくなっちゃうね。そう、喋らなくなって暗い感じになっていっちゃったと、はい、高校に進学して一切なんか口も聞いてくれなくなっちゃったっていう。どんどんなんか人付き合いが悪くなっていっちゃったんだよね。変わっちゃってるね。でその1ヶ月後、この学校から電車で帰るときに、電車から駅降りるときに、まあ、たまたま A さんとすれ違ったんだって。ほんと久々に会話をして、やっと放った一言がさよならっていう。おい、どういうことだこれ。さよならって言ったっていう。ずっこじゃないんだ。そうで、さよならって言って、はい、去っていくんだけど、うん、去っていく時の去り際にもう一言言うんだよね、はい、あのゲームは絶対にやるな、やるなって。へぇ、ミスウォッチ、そう、これが A さんとの最後の会話だったんだって。最後の、うん、翌朝 A さんの自宅でトレーニングマシンで首を吊ってる A さんが発見された。トレーニングマシン、トレーニングマシン、 A さん体を鍛えてたから、まあ、トレーニングマシンがあって、それで首を吊っているのが発見されたっていう。うわ、警察がね、不審な点に気づいたというか、まあ、トレーニングマシンがあって、はい、コードを使ってこう首につないでこう重いものとか持ってこう吊ってたって感じなんだけど、なぜかこう吊られてる死体の A さんがこのワイヤーを緩めようとこう握っている姿が発見された。あ、もがいてた。なるほど、おかしいよね。そう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 。でもそのなんか警察はもう自殺っていう感じで片付けちゃったんだけど、おかしな怪現象みたいなのが起きたんじゃないかって言われてるんだよね。ちょっと気持ち悪いですね。リアル、リアル。そう、これはそのリアルの話で、本当の話なんだ。まあこの都市伝説の真相なんだけど、なんか前にさ、シオンタウン症候群の話をしたじゃん。あるね。人を不安にさせるような音楽、うつ病っぽくさせちゃうような音楽、これもその一種なんじゃないかって言われてる、このゲームの BGM が。BGM、そう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 、その BGM あります。呪われた BGM ということ。呪われた BGM。 マジっすか。聞いちゃうんすか。聞いてみましょう。皆さんにはね、おのおので調べて聞いてもらう。そうだね、もう気になる人はもう、ほんと自己責任で。うわ、気持ち悪。いや、これやばい、やばいよね。これ結構やばくない？これ両方で聞いたら死んじゃう。撃つんだよ、撃つんだよ、マジで。これやばい、めっちゃ気持ち悪い、うん、両方で。ちょっとこれはあんま長い、長いやつ聞かない方がいいと思う、本当に。我々聞きますか。なんか悪意しか感じない、うん、あ、やばいよ、雑音でしょ。あー、なんかね、すごい響く、すごい、うん、ずっとずーっていうのと、昔のゲームの気持ち悪い音みたいな、うん、これ終始流れてるんでしょ。そうだね、やばくない。で、この曲プラス悪者のその質問の内容とかもさ、うん、結構気持ち悪い感じだったじゃん、うん、愛する人に不幸がかかるとか、うん、そういうなんかマイナスなことをひたすら感じるというか、うつ病になっちゃうってこと。そう、うつ病っぽくなっちゃって結局自殺という結末になってしまう。リアルだわ。この動画見てね、はい、このゲームちょっと興味持っちゃったと、興味持ったとか聞いたことあるというか言う人は、もうそんなね、たやすい興味でこのゲームやってはいけません。呪われて亡くなってしまうのかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です。今日の締めは何点ですか？2点。いや、だいぶ長かった。やばい、だいぶやばい、だいぶひどい。100点中2やし。そう、結構あれって思ったもん。あれ、もう続くみたいな。こういうことなんですよ、ちんちん使えない理由が。あー、出ちゃってるんだ。そう、要するにミスフォーチュンに負けた人ですね。あー、なるほど。ちんちん使えるか使えないかは私次第です。俺次第。俺次第。俺次第。ミスフォーチュンのゲームオーバーになった人でしょ。ああ、そういうこと。不幸なってでしょ。不幸今振り返ってる。好きになって信じたってどうせ恋なんてこの一歩が踏み出せない自分が言う。